アイベックスとは NASA が開発した人工衛星で NASA のスマックスの一つである。アイベックスは太陽系と星間宇宙との境界付近の地図を作成するために開発された。サウスウエスト研究所がアイベックスの開発の指揮を取った。搭載機器のうちアイベックスハイはサウスウエスト研究所とロスアラモス国立研究所が共同開発した。またアイベックスロは。 ロッキード・マーティンのアドバンスド・テクノロジー・センターとサウス・ウエスト研究所が共同開発した。なお、衛星の筐体部分と試験場はオービタル・サイエンシズが提供した。アイベックスは2008年10月19日にペガサス XL で打ち上げられた。当初の運用期間は2年間の予定で、この間に太陽系外縁の全領域を殺像する予定だった。 アイベックスの観測結果によって得られた地図。アイベックスによる観測によって、太陽風の一部が、太陽圏の災害園である、衝撃波面の付近で反射され、地球近傍まで戻ってきていると判明した。小谷太郎、宇宙の謎に迫れ。探査機、観測機器 61P91 ベレ出版2020年3月25日。 発行 ISBN 九百七十八から四から八8 6六四六一一ゼロありがとうございます。